はい、こんにちは。リウハリキュー整体の笹原です。今回のテーマは膝の痛みっていうのは筋肉をつけるのではなくて、実は筋肉を使いすぎないようにすることで今劇的に解消しますよっていうことについて、まあ具体的にお伝えの方をしていきます。で、今回のテーマって結構意外だと思うんですね。筋肉っていうのは弱ってくるから膝の痛みが出てくる、だから筋肉をつけないとダメなんですよって思ってる方結構多いと思いますし、まあ、この動画をご覧の方もそう思ってるかもしれないんですけど、実はこれって間違いなんですね。で、実は膝の痛みに限らず全ての痛みに共通することって、実は一つの筋肉を使いすぎてしまってるんですね。だからそこの筋肉を使わないようにしてあげることで、実は痛みが解消するケースっていうのは非常に多いんですね。で、本当このことを知らないといつまでも膝の痛みに悩まされ続けてしまうので、ぜひですねこの動画最後までご覧になっていただいて、もう使わないようにするためにどうしたらいいのかですね、ここまでも具体的に知っていただければなと思います。では早速その筋肉をつけてはいけない理由なんですけども、まあ冒頭でも少しお伝えしたんですけども、実は膝の痛みとか、まあ痛みが出る理由っていうのは1個の筋肉ですね。1個の筋肉を過剰に使いすぎてしまうんですね。で、その使いすぎてる筋肉っていうのは、例えば筋トレとかでさらに使ってしまうせいで痛みっていうのが悪化してしまうんですね。ただこれだけだとちょっといまいちよくわからないと思うので、少しですねこの肩を例にして説明の方をしていきます。では例えば肩が痛かったとします。この肩が痛かった人っていうのは、実はこの肩の横とか肩周りの筋肉っていうのを過剰に使いすぎてしまってるケースが多いんですね。それはどういうことかというと、例えばこの肩を上げるって作業をした時に、この肩だけでグーッとゆっくりと上げていくと、この腕を上げるってのに使う筋肉っていうのは、実はこの肩の横の筋肉なんですね。なのでこの肩の横を触りながらゆっくり上げていってほしいんですけども、この肩の筋肉がすごくカチカチに固まるのが、分かると思います。ただ実はこの肩を上げるって動作って肩だけでやるようにできてないんですね。肩だけじゃなくて、この後ろにある肩甲骨とか、あと上半身ですね、こういったところもちゃんと動くことによってです。動くことによってこの肩の筋肉だけ使わずに腕をスッとですね上げることができるんですね。例えばこう体を横にした時に、ここがしっかり伸びてですね、で肩甲骨がスムーズに動いたら、その体の勢いで腕をこうやって上げることができるので、ここをあんまり使わずに済むんですけども、この上半身とか肩甲骨とかですね、あと脇の横とか、こういったところが例えばデスクワークのしすぎでとかでカチカチにこうやってですねなってしまうと、要はここが使えなくなっちゃうんですね。ここが使えなくなったら、同じ肩を上げるっていう動きでも、要はここの外の筋肉だけ頑張って肩を上げるっていう風なことになってしまうんですね。すると本来はここをちゃんと使えることによって、ここの使う力です、ここを使う力が1でよかった、ここが6使ってこっちが1使ってよかったような状態やったのに、要はここが使えない分こっちが6全部頑張るっていう風な形になって、ここの筋肉を使いすぎるのが積み重なるから肩を痛めてしまったりするんですね。で、今回はその肩で説明しましたけども、実はこれ肩だけじゃなくて膝も全く同じなんですね。でもそれはどういうことかというと、例えば歩く時とかですね、歩く時とかに膝の痛みがある方っていうのは、膝が曲がってこうやってですね、ゆっくりゆっくりと足をブレーキかけながら歩いてる方が多いんですね。ただこうやってゆっくりと歩くと、衝撃をももでグッと支えながら歩いてるんですね。するとどこの筋肉を使って歩いてるのかというと、実は前ももなんですね。膝の痛みの出る人というのは前ももで筋肉を使って頑張って支えながら歩くような歩き方になってるんですね。なのでその結果、関節動向じゃなくて前ももの筋肉がガチガチになる、その結果として痛みが強く出てる方の方が圧倒的に多いんですね。なので膝の痛みがある方っていうのは、実はこの股関節ですね、股関節がちゃんと前後に触れながら歩くですね、こうやって歩くことによって、実は前ももっていうのを使わずに、後ろ側ですね、足の後ろ側で蹴り出して股関節を使いながらですね、股関節がこう前後に使いながら歩くことがちゃんとできたら、前ももっていうのを使わなくて済むんですね。前もも使わずに
歩くことができるから実は膝の痛みっていうのが解消されるんですね。あと歩き方だけではなくて、例えば立ってる時に膝がぐーっと曲がってしまってる方ですね、こうやってしまってる方っていうのはこう膝が前に前に行ってしまっているので、これも支えるために前ももの筋肉が、要は膝曲げてスクワットした状態なんで、前ももで頑張って立ってしまってるんですね。そのせいで前ももの筋肉を使いすぎてしまってるんです。なので前に行ってる方っていうのは実は体重の位置を後ろにかけるようにちゃんと訓練してあげると、前ももで支えなくなる、要は前ももを使わずに後ろの筋肉とかももの内とか他の筋肉もちゃんと使ってバランスよく立てるようになると膝の痛みっていうのが解消されるんですね。なので今回お伝えしたので分かるように、膝の痛みだけじゃなくて体全部の痛みっていうのは、実は一箇所の筋肉を過剰に使ったような使い方をしているせいで悪化してしまうんですね。なので大事なのは、なるべくですね、体全体を使って勢いよく使うような練習をしていくですね。こういうことを日頃からできていると、実は膝の痛みだけじゃなくていろんなところの痛みっていうのは出にくくなるんですね。なので肩にしても、上半身ガチガチにしたまま肩だけこうやって使って、ここの筋肉を過剰に使いすぎるんではなくて、ちょっと姿勢を正して体をこうやってブラブラして、体全体で大きく腕をこうやって使うようにですね、状態からですね、ここの状態からこうやってしっかりとですね、普段から動かすようにして、ここを動けるようにしといて、状態をちゃんと使いながら肩をこうやって上げたりですね、体全体で勢いよくですね、なるべく速いリズムで使うような訓練をしていくんですね。これは肩の痛みはそうですけども、膝の痛みも一緒で、膝曲げてちょこちょこと勢い少なくですね、ゆっくりと前ももだけ使うのではなくて、もう先ほどのお伝えしたような、もう股関節を使って全体的になるべく速く大きく動かすようにしていくんですね。こういうふうな訓練をしっかりとしとかないと、要はいくらですね、例えば前ももの筋肉を緩めて膝の痛みを一時的に解消したところで、また同じような使い方をしてたら過剰に使って結局痛みが出る、これの繰り返しになってしまうせいで、いつまでたっても良くならないんですね。ただ痛みがある時っていうのは、その筋肉の緊張を取ってあげると楽になると思うので、肩が痛かったらこの肩周りを結構緩めてあげると痛みがある程度解消するので、まあそうやってマッサージとかいろんなストレッチで緩めるっていうのも大事ですけども、緩めながらも使い方ですね、体全体を使って使うような練習をしていくってことをプラスアルファすると、根本的に痛みが解消されてきます。だから膝の痛みも結構、私他の動画とかでもいろんな太もも周りを緩める方法とかお伝えしてるので、そういったので筋肉を緩めることを実践していきながら、そうやって使い方ですね、使い方をなるべく股関節も使って、もう変にかばって歩くのではなくて、しっかりとですね、体全体を使って歩くような練習をしていくですね。こういうことをちゃんとしとけば、もう膝の痛みが根本から解消されても再発することがなくなりますので、ぜひですね、いろんな方法のマッサージとかストレッチだけではなくて、こういった使いすぎてる筋肉っていうのを使わなくするようなことっていうのも大事なのですよっていうのを、ぜひこの動画を通じて覚えておいていただければなと思います。ではこの動画が参考になった方は、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。